コロニーレーザークリプス2エウーゴがダッシュしたのよね。私たちはここでアクシズ軍とティターンズを迎撃するよ。この私が武をもって制するとしよう。ついてこい。出陣！ご同輩よ、武運を祈りますぞ。事実ではクワトロ隊員が奮戦してるはず。探しましょう、小隊長。デビルガンダム入ったのデスアーミー？未来世紀からのデータが混ざり込んでる。まさかここでガンダムファイト？ちょっと待って、通信を傍受したよ。こんな戦い早く終わりにしないと。連邦名、次から次へと。やっぱりシャーアズナブル大佐。小隊長さん、ということはユノちゃんたちか。キラ君、援護するわ。あれ、フリーダムガンダムじゃない。これは大破したフリーダムの後継機にして三石同盟の切り札、ストライクフリーダム。フリーダム破壊されたの？モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないということを教えてやる。そんなことは分かってる。でもこれは僕たちに必要なものなんだ。甘いな。この赤ブグというかモモブグのシャア大佐はいつ頃の大佐なの？シャア専用グルグルだから。ソロモンセンターなら私はガンダムを撃ちたい。私を導いてくれ。なら少尉ってアバンはクーの時の大佐。彼がまさにこのグルグルに乗っていた時、ナラー少尉さんが戦死した。その時の状況がグリプス2に結びついている。このコロニーレーザーはこの後も使われるんだよ。それ付きの時代までね。キラ君がブレイクインしたのもレクイエムと紐づいたのかも。そうか、レクイエムは廃棄コロニーを中継するビーム砲。撃たせるわけにはいかない、やるしかないんだ。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。相手に立って動くな。連邦のモビルスーツは化け物か。これで僕はまたちゃんと戦える。僕の戦いを。なめられたもんだ。戦いは非常さ。貴様にもそれを教えてやる。ストライクフリーダムってそもそも地球連邦のモビルスーツじゃないんだけど、ザット製？そう、ドレミマの戦争を忘れピースの一つとして作られたんだよ。ラクス、待ってて、すぐに戻るから。そして帰ろう、みんなのところへ。これは変わらない。やるな。貫け。そこか。そこだ。あれ、そこか。無駄だ。分からないのか。行け。この私を追い込む者とは一体何者なのだ。僕はこの戦いを止めたいだけなんだ。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。これ以上はありえぬ存在だ。認めるわけにはいかんな。まさか大佐、キラ君が特別なコーディネーターであることを。異なった歴史の人物のことを感じ取っている。まるでムーさんみたいだ。この人は一体。私もニュータイプのはずだ。当てる。当てる。そこ。これは変わらない。そこ。もらった。この機体に託された思い、無駄にはしない。まだなのか。逃がさんよ。ちょっと決める。この私にこうも当てるとは。化け物め、これ以上はやらせん。僕が何者であったとしてもここで倒れるわけにはいかないんだ。くだらぬザレ事に付き合うつもりはない。僕にとってはくだらないことなんかじゃないんだ。一気に詰めるよ、小隊長さん。彼らと戦うべきはここじゃない。ここは未来のあなたがいるべき場所なんです、大佐。肝心な時に。当てる。
そこだ、キュッ、前だ、いただく、そこ、これをかわせない、キュッ、私から逃げられると思っているのか、そこだ、これはかわせない、そこ、今の私にはガンダムは倒せん。なら、私を導いてくれ。シャア大佐のブレイクアウト確認。キラ君はまだ残ってるのね。彼に紐づくデータが残されてるみたい。探すしかないね。皆さん、援護助かりました。でも、あの人は一体。この歴史の仮面の人なんだけど、キラ君も仮面とは因縁があったわね。あの人は倒しました。僕が。わからないのは最初に出たデスアーム、デビルガン、ティターンズのモビルスーツ。またエウーゴの連中だと。あの金色の仲間か。金色の機体、まさか暁もここに。キラ君多分違う。宇宙世紀にも金ピカのモビルスーツがあるんだよ。逆式ね。ということはこのコロニー内にクワトロ・バジーナ隊がいる。カイさんにはさっき言ったでしょ。若い頃ね。無意味な戦いはしたくないのに。ここは意味のある戦いよ。またデビルガンダムの振り巻き。ここにガンダムファイトはないってのに。ガンダムファイト、何です。それにデビルガンダムって。こっちの話というか別の歴史の話というか。の姉さん、詳しくはバトルね。了解よ。ここに持ち込むべき戦いじゃないわ。私もデビルガンダムの話全然知らないし。ガンダム同士の戦い。フリア、の仲間はこの先か。クワトロ大義、無理はしないで。テレア、テレア、もう一度ザッ。どんなに苦しくても変わらずに。ザッ、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 ザの回収機とザクウォーリアの攻撃型。今度はザクトグ。僕たちが戦うべき場所はここじゃないのに。何がキラ君をこのミッションと紐づかせているのかしら。鍵を握るのはやっぱりザクト軍かな。ゼイクリア、ゲッパーカナ、ザザザ、もらった。ここに来てザフト軍がワンサか。宇宙世紀だっていうのに。この感じ、なんだ、何か来る。もしかしたら運命的な出会いがあるのかも。これ以上は。新アスカ、デスティニー、行きます。フリーダムガンダムの動画か。それに今シーンアスカって。デスティニーガンダム、インパルスを失ったシン君の新しいモビルスーツだよ。この機体に乗っているのは彼なのか。彼には万に一度でも、ここは切り抜けなきゃ。ケースの節水を受けてみよう。なんとか彼を。いつもそういう。あんたがステラを殺した。止めようとしたのに。あんたが悪いんだ。あ
なかった。ステラさんはもう。うるさい、どけ。話を聞いて。このまま戦ったら。ミノ姉さん、理屈じゃないんだよ。彼は。おげ、守るって言ったのに。ステラ、ごめん。デスティニーガンダムブレイクアウト。大破はさせずに済んだみたいね。行かなくちゃ。こんな悲しいことを終わらせるために。あ、ストライクフリーダムも。紐付きがやっと解けたのね。彼らにはふさわしい決着の舞台がある。それぞれの相棒さんもここにはいないしね。キラ君の相棒はアスランか。あれ、じゃあシン君は誰と。コロニー内でよくも。あ、金ピカ発見。クワトロ大佐の百式。私は大尉だ、湯の特務総長。あ、すいません、さっき会ったもので。今回はエウーゴの一員として援護します。ようやっとグリプス戦役の人に会うかもね。大佐、状況は。ティターンズやアクシスに入り込まれたようだ。レーザー砲を潰させるわけにはいかん。サクラ、敵はアクシズの戦力なの？それがアクシズ軍の未来というか、第1次から第2次レオジオン戦争期のモビルスーツなんだよ。このミッション、クワトロ隊員の過去、そして未来が混ざってるっていうの？ここでチターンズと共倒れになっても仕方がない。早急に型をつけるぞ。こんなに壊されてるんじゃコロニーレーサーは発射できない。じゃあミッションは失敗なの？今回はブレイク現象のルールが目的だよ。いるべき人がそもそもいないし。なるほど、シロップとハマーンの姿が見えんだ。とはいえ我々も切り札を失ったか。サクラ、ミッションはこのまま続けていいの？大丈夫、でも念のため自動修復モードは走らせておくよ。小隊長さん、とにかく敵をブレイクアウトさせて。あとはコロニーレーザーの修復作業だ。また未来からの増援、大事な局面だよ。ここで死ぬわけにはいかないな。こちらの作戦はまだ終了していない。隊員と紐づいている何かがあるのかしら。でも過去の大佐はもうブレイクアウトしてるし。ザッフェリア、どこを見ている。これだけブレイクアウトさせてるのにミッションのブレイク反応が消えない。なんだこの息遣い。アムロレイ、ララスン、いや違う、クワトロ隊員。客式がブレイクアウトしたけど、ここって隊員の時代よね。自動修復モードによる強制ブレイクアウト、何か来る。私は信じる道を進んでいるつもりだ。おお、ティターンズが未だに残っていたとは驚いた。ロージオン軍の再び。パイロットはとどめはロージオン総帥。23年のシャーズナブル。第二次戦争機のモビルスーツがいた理由はこれだ。こんなに同じ人物が年代をまたいで現れて大丈夫なの？自動修復モードのおかげで。私はアコギなことをやっている。近くにいるのならこの私を感じてみろ。時代を超えての登場はアコギを超えてます、総帥。そのことを言ってるんじゃないよ、ミノ姉さん。シャアの反乱を起こす直前の言葉だね。あ、アムロ隊員はその時どうしてたの？当然彼も関わっている。それこそ運命を導かれるようにしてね。この戦いが終われば次は貴様だ、アムロ。シアカを見てよ。いざ他に行って。まだにティターンズがこれほどの戦力を保持していた。あなたが過去に来ちゃったんです、総帥。現在、過去、未来のシャーズまでグループ現象にしたら惜しいね。これもララーの導きかもしれない。1年戦争から13年、総帥になってもララー将軍のこと。アムロ隊員ね、
ニュータイプの共感はそれだけ強いってことだよ。戦争の中での共感、絆、分かり合うことはできなかったの？私にも意地というものがある。せっかくやるや、はっ、消えろ、さあ逃がさせ、ぎゃ、総帥、どうしてまたジオンに？一年戦争でザビ家は敗北したんでしょ？しかしその結果、地球連邦政府は増長、軍の内部は腐敗していった。それが全ての始まり。その結果が、そう、ティターンズのような反地球政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの調領ともなったのだ。市民政策から始まった宇宙移民者たちが難民となってしまった歴史、それを見続けたスバトル隊員は再び勝利を決断したのに。人類全体をニュータイプにするためには誰かが人類の業を背負わなければならない。えい、打ちどころが悪いとこんなものか。小隊長頑張って、こんがらがった過去と未来を戻しましょう。あと一息だよ。ブレイク修正の準備はもうできてる。私たちだって一年戦争時代の人間だから未来に干渉する権利はないけど、総帥、あなたにだって過去に干渉する権利はない。ここはクワトロ隊員の時代です。あの時も今も変わりはしない。それが必要であれば私は同型を演じよう。どうすることもできない。我が意志は加える。当てる、そういうのテレア、テレア、ザ、えい、完全な作戦にはならんとは。未来のクワトロ隊員、やっと引いてくれたわね。ミッションデータの負荷がすごい。私たちもブレイクアウトするよ。自動修復モードのフルパワーで私たちもデリートされかねない。冗談じゃないわよ、早くブレイクアウト処理して。作戦終了、帰還するぞ。コズミックイラに宇宙世紀の各時代のデータかなり大量にリムーブできたよ。大佐が大尉で、大尉が総帥で、ユゴしっかりしろ、ユゴ。まあ時代を超えて同一人物が次々ブレイクインするなんて初めての現象だったからね。タイムパラドックスが起こるんじゃないかとヒヤヒヤだったわ。自動修復モード様々ね。宇宙世紀0079から93までシャーアズナブルの歴史を総ざらいって感じだったけど、これも何か意図的な集約なのかしら。ミッションデータの負荷も大きかったって話だし。プログラムテオスのため？ちょっと疑いすぎなんじゃ。だって何かしらの新しい機体を作るってのがそのプログラムの目的なんだよね。操縦者の歴史とか関係ないんじゃない？こういう時こそあの物知りメガネに確認したいとこだけど、彼はもう。ハーメス、連絡取れない。音信不通、ハーメス。前に戦った感じだと、もうそういった情報も人格の上書きで消されちゃってるかも。ともかく今回のブレイク現象は多重ブレイク現象の特殊な例として、また別途記録しておくね。なんとかハーメスともう一度接触したいところね。サルベージプログラムを試すためにも。
前回は東方先生やリディ少尉さんに、アスラン君にハマーン様、そしてレイザバレル君、ガンダムチームじゃないガンダムだらけだったけど、今度こそ地球に降下しようとする超大型宇宙戦艦ディーブラを破壊するのね。ただ大量のガンダムをリムーブしたブレイク修正の影響がトゥルーミッションにも出ちゃってるみたい。本来ガンダムチームが総出でリーブラを破壊しなきゃならないんだけど、明らかにデータが足りてないんだよね。それじゃトゥルーミッション成立しない。サクラどうする？サクラウィングガンダムゼロ、そしてヒーローユイ君、生死を成立させるピースは確認できてるんだけど。なら私たちが欠けたピースの役割をする。そうでしょ、サクラ。そう、サンクキングダムで戦った時と同じくマグアナック隊の3番隊としてリーブラ内部の破壊工作をしていくよ。簡単に壊せる大きさじゃないけど、小隊長は具体的にどう動けばいいの？内部に点在する動力システムを破壊する。誘爆させて巨大な船体を分断するイメージかな。ナビはするから小隊長さんお願いね。降下中のリーブラを破壊するよ。動力システムを探すのね。この私は武をもって制するとしよう。ついてこい。おのおの方、いざ出陣にござる。射程小隊長か。ヒーロ君、こちらマグアナック隊。この戦艦はまだ地球に降下しているの。わかった。この船の動力システムを破壊する。お前たちも離脱しろ。水臭いですよ。私たちもお手伝いします。ここまで来たら一蓮托生です。好きにしろ。小隊長、マップを見て脆くなった隔壁を壊して。さくら、動力システムの数は3つ。マーカーを出したよ。階層の構造もちょっと複雑だから注意してね。了解した。確認したけど、ウィングゼロ以外のガンダムがやっぱりいない。データ不足だよ。小隊長、私たちでその代わりをしないとね。ヒーロ君、無理はしないで。命なんて安いものだ。特に俺のがな。目標まで近いよ。壊せる隔壁を見つけて。小隊長、レーダーマップも確認して。ザナセ、あるはずだ。これが動力システムか。小隊長さん、どこでもいいから攻撃して。敵の妨害に気をつけて破壊するのよ。モビルドールは俺の抑え。急げ。これだけじゃ焼け石に水。地球に落ちる前にバラバラにしないけど。次は動力システムを向かうぞ。ギャーザザゼイテリア。ザザ
定スイッチを見つけよう。小隊長さん、終止符を打つ。この私の手でな。決着をつけてやる。リーブラを止めるためにはもうエピオンを倒すしかないのね。彼はここを死に場所と考えてる。生半可な覚悟じゃないよ。完全平和を作るためには条件がある。一つは全ての兵器を排除すること。もう一つは人々から戦う意志を取り除くことだ。リーブラを落とす。この行動しか完全平和への道はない。地球を失った人々はお前を憎み、コロニーはお前に頼る。お前がいる限り同じ過ちが何度も繰り返される。ヌネーさん、この戦い今全地球圏に中継されてるんだよ。どうしてわざわざ戦争を見せる必要があるの？戦闘の歴史に幕を下ろすため、平和への問題提起としてね。ゼクス、お前とトレイズは同じだ。弱い者を守るために大義を繰りかざす。しかしそれは決して弱い者を助けることにはならない。弱者を作り出すのは強者だ。地球という強者の存在がコロニーという弱者を作り追い詰めていったのだ。俺は弱い奴が嫌いだった。奴らはいつ自分が攻撃されるのかと絶えずおどおどしていた。誰も信じることができず、言いたいことは何一つ言えない。そんな奴らを俺は許せない。強者がそうさせるのだ。ゼクス、お前は純粋すぎる。そして優しすぎる。しかしそうでなければ生きる資格がないということか。ゼクス、ならば私はどこまでも生き抜いてみせる。誰よりも厳しく、戦士としてな。行って、ヒーロー君、最後の一撃を。ツインバスターライフルの引き金をあなたの手で。任務了解。ゼロよ、俺を導いてくれ。俺は死なない。
ブレイクアウト成功。危なくリーブラの爆散に巻き込まれるとこだった。ヒーロ君が撃ったところまでは見えたけど、船体は完全に破壊できたの？それは大丈夫。砕けた残骸は大気圏で燃え尽きるよ。コロニー、地球、どうなる？これからウィングゼロとエピオンの戦いの最中、コロニー代表団が地球との共存を望むって声明を発表したんだよ。もしかして全地球圏に中継された二人の戦いを見て？そう、このガンダム同士の戦いを最後に、いかなる理由においても戦闘行為を廃することを宣言する。これに世界国家も同調してほしいとね。それって初代指導者ヒーロユイが提唱した完全平和主義。戦いの悲しみを知らしめる最後の戦争をガンダムに託したのね。歴史はこうして巻き戻った。コロニー側と地球側、世界国家の間で地球圏統一国家の発足が協議制定されたの。リリーナさんは統一国家の外務次官としてコロニーと地球の橋渡し役になった。そして人類の未来のために火星のテラフォーミングプロジェクトを推進していくことになるね。戦争がなくなった歴史。でも残ったガンダムはどうなったの？モビルスーツをはじめとしたあらゆる武力兵器は廃棄の方向に向かうんだよ。本当の本当にそんなことが可能なの？確かにこの戦争は終わりかもしれないけど、戦争が終わって平和になり、やがてその世界を変えるために革命が起こる。人類の歴史は終わることのない回り続ける演武曲。そういう考え方もあるかもね。そうよ、たとえガンダムが戦争を終わらせたとしても。でもそれはまた別のお話だよ、ユノ姉さん。そしてもし革命が起こってしまったとしても、それを止めるのはやっぱりガンダムなんだよ。絶対にね。コズミックイラの歴史、運命のガンダムたちの最後の戦いを見届ける時が来たね。ミッションデータを調べてみたけど、全てのガンダムが戻ってきてるよ。小隊長が全部のガンダムと戦うことになるの？注意するべき敵はザフトのデスティニーガンダム、シン・アスカ君の機体、そしてドラグーンシステム搭載のレジェンドガンダム。どちらもブレイクミッションでは戦った相手だね。シン・アスカ君、キラ・ヤマト君とはベルリンでの件もあって決定的に対立してしまったけど、彼は遺伝子が全てを決めるデスティニープランをどう思っているの？それで人が幸せになれるならというのがシン君の考え方。さまざまな理不尽に見舞われて家族を、そして心を通わせつつあった戦友を失った彼は、誰もが幸福に生きられる世界を願った。それが遺伝子によって管理された幸福だとしてもなのね。シン君の戦友であり理解者でもあるレイザバレル君の存在も大きかったかな。アフターコロニー時代のブレイクミッション、巨大戦艦リーブラであったプロビデンスガンダムに似た機体に乗ってた彼ね。レイ君は己の最後が近いことを知って、シン君に未来はお前が守ると託したんだよ。その言葉がシン・アスカ君を最後の戦いへと突き動かすことになる。死期が近いって病気か何か？生まれついてというか、ただレイ君もこのミッションの重要なピースとなる存在だよ。
ここで話していてもパズルは組み上がらないか。分かったわ、行きましょう。小隊長、気をつけてね。掴み取る未来か、作られた未来か、どちらも戦争のない未来を願っているのか。結局は戦いに駆り立てられる。その結果がどちらになるにしても、それを決めるのはガンダムの戦い。さあ、月面だよ。機動要塞メサイアはあれね。この私もウオも。キラ君やアスラン君たちは大丈夫、みんな戻ってきてる。ザットもガンダム、シン君たちもね。彼らの戦いを見届けなきゃならないのね。腹をくくろう、姉さん。小隊長さん、敵はザフト軍だよ。ザザテリアテリア、デスティニーガンダムを捕捉、通信傍受したよ。よくもルナをやったな。うん、やめるんだシン。シン君とアスラン君が戦闘に入ってる。ルナって誰？シン君の同僚、ルナマリア・ホークさん。インパルスガンダムで戦場に出てるんだよ。それをアスラン君が撃墜した。急いだ方が良さそうね。テリアテリア、この先だけど気をつけて。小隊長さん、高台や崖の上から迫撃があるよ。ジャンプやブーストをうまく使って、敵の資材なんか見つけたら接収よ。ほどほどにね。アスラン君たちの戦いが終わっちゃうよ。次で
知らないまま戦ってはダメだ。なんであんたが、あんたなんかに。もうお前も過去にとらわれたまま戦うのはやめろ。そんなことをしても何も戻りはしない。何を。なのに未来まで殺す気か、お前は。俺は。彼は理不尽に失われた家族の無念を背負ってる。戦争のない世界の実現、それがどんな形であってもそのためだけに。この力で全てを終わらせて、その先に平和があるのなら俺。お前が欲しかったのは本当にそんな力か。分かってる、分かってるさ。だけど、だけど戦わないと何一つ誰も守れやしない。だからオーブは撃たなきゃならないんだ。自分が今何を撃とうとしているのか、お前本当に分かってるのか。引かぬから、だから撃つしかないと、あの国に刃を向けることが。思い出せシン、お前は本当は何が欲しかったんだ。もう俺は選んだんだ、この道を。なら行くしかないじゃないか、このバカ野郎。ピンチだよ。ここは私たちに任せて。早く。すまない。あれ、ストライクフリーダムの通信が。フリーダム、貴様だけは俺が撃つ。これは。この先がダイダロス基地ね、敵の最終防衛ライン。ここを切り崩してアスラン君たちが突入できるようにしないと。数が多い。ブレイクミッションの時みたいにガンダムファイターが助けに来てくれればいいのに。来たら来たで困るよ。トゥルーミッションやり直しになるから。フレア、ガガ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 ガ。わかるよ、お前に。何？
ルゼだ。キラヤマト、お前の存在だけは許さない。そんな、なぜ君が、なぜ君がまた。彼はクローン人間なんだよ。ある資産家が家督を継がせるために作った。遺伝子操作に飽き足らず、今度はクローニング。スーパーコーディネーターの研究支援と引き換えに、キラ君のお父さんの件ですね。この椅子にとって不足だ。キラ君が生まれた。でもクローニングの方は完全じゃなかったのよ。ラウル・クルーゼは生まれつき短命だった。彼の二次コピーだったレイ君も、また人工の子供、家を継がせるためだけのクローン。命を何だと思ってるの。そんな歴史の中でキラ君たちは自分たちの存在意義をかけて戦っている。それがラウル・クルーゼの絶望。そうだキラ・ヤマト、お前は俺たちが連れていく。レイザ・バレルとラウル・クルーゼ、沈んでもらう。油断したか。人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラ・ヤマト、ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に、ラウル・クルーゼ、生まれ変わるこの世界のために。自らの苦しクローンの復讐のために。違うよ、ルネーさん、それは逃れられない。自分自身、そして取り戻せないもの、それが過去だから、もう終わらせる、すべて。そしてあるべき正しき姿へと戻るんだ。人は、世界は。でも違う、命は何にだって一つだ。だからその命は君だ、彼じゃない。うん、そうやったと忘れないのか。あふれフリーダム、キラ・ヤマト。あの人たちを否定して今がある。この先がどうなるかは僕たち次第だから、絶対に諦めない。諦めない限り必ず明日はやってくる。明日のために撃つ、明日のために守る。世界は変わるんだ。俺が変える。僕はもう明日から逃げない。今を生きる。僕たちは分かっていけることも変わっていけることもできるんだ。レジェンドガンダム沈黙。キラ君、もう時間がないみたい。アスラン君たちがメサイアに突入をかける。だから了解、僕はメサイアを止めに行きます。ここを頼みます。ギル、レイ君が無事だったのね。ブレイクアウトするよ、ムネさん。役者は全て揃った。勝利だ、皆の者、時の声を上げよう。ぜい、当たれ。ひの姉さん、トゥルーミッションの成立を確認。うまくいったよ。私たち要塞への突入まではしなかったけど、この戦争はどういう結末を迎えたの？ダイダロス基地の巨大レーザー砲レクイエム、そして機動要塞メサイアはキラ君たちの突入で破壊されたよ。燃え落ちるメサイアの中でキラ君はデュランダル議長さんと対峙し、変化のない世界を否定して戦うことを告げた。キラ君を追ってきたレイ君の思いも全部受け止めてね。彼は作られたコーディネーターだから、遺伝子が全てを決めるという世界は不自然だと誰よりも感じていたんじゃないかな。自分たちの未来は自分たちで決めるか。コズミックイラの歴史はどうなっていくの？機動要塞メサイアが陥落した後、ラクスさんが全軍に戦闘停止を申し入れたんだよ。ザフと地球連合は共にこの勧告を受け入れ、こうしてブレイクザワールドから始まり、歴史の闇に潜んでいたロゴスを引きずり出し、デスティニープランに至るまでの戦いは終わった。長かった、長い戦いだった。ロゴスが滅びたのは大きな一歩だと思うけど、ナチュラルとコーディネーターの確執やこれまでの戦争の傷が消えるわけじゃないでしょ。それはそうだね。でも
キラ君とシン君は戦いを通じて和解し、ザラ議長の忘れがたみアスラン君もいる。遺伝子に翻弄されてきた彼らだからこそ、同じ境遇の人たち、そうでない人たちのために戦うことができると言えないかな。そうか、団結したガンダム乗りたちの戦いがこれからコズミックイラの未来を、明日を作っていくということなのね。